こんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカー2やっていきましょう。やってみよう。階段だけだよ。本当だね、サムネは階段だけでした。これはなんだ、タイムアタックかな。テンテケ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 走るんだな、きっと。テンテケ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 、こういうことか。え、違うな、階段だけじゃないじゃないかい。普通の平坦の道もあるじゃないか。落ちるのかい。マリオ、お前はただ走るだけだ。そしてもう一直線に落ちるだけなんだ。ちくわもある。これいける。いいかも、いいかも。行ったんじゃない、これもう行ったんじゃない。頼む、行くよ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 、絶対ゴール。だって今ちくわ落ちても金。でもベストがさ9秒183で、そんなさ超ギリギリじゃないよね。ってことはなんかいけるんや、わしでもいけるんやというところを見せてあげるよ。ぜひみんなサンタさんからスイッチが届いたらこれ遊んでみてください。いったいった、これ絶対いった、いったいったいった、もういったいった、行くしかねえ。ほらいった、よし、これで絶対にサンタさんからスイッチが届いたら絶対にやってみてくれ。9.966、 ほらできた。こんな私でもできた。これが一番さ、あのビリベストだね。あ、これ面白そう。真の強者というのはこういう場所で決まると思う。私のことか。私は真の強者なのでやっていきたいと思います。ふむふむ、なんかあるかな。ほっ、こういう感じですね。上は何もなさそうでごわす。じゃあお部屋に入ってみましょう。はい、こんにちは、どうも、こんにちは。ちょっと怖かったです。はい、こんにちは。え、これ踏んでいいの。踏むよ。じゃあ顎でやられた。しゃがみかな、しゃがんじゃってペン。やっぱクリボーの一番強いところは顎だ。スピンはスピン、スピン。え、な、何があった、あと技。こいつの技はなんだ。ヒップ、ヒップだ、ヒップだ、絶対ヒップだ。ヒップしかない、ヒップしかないに決まっている。もうこうなったらヒップなのだ。で、ベストタイム2秒なんだよね。ということん、あーできた。超棒、あ、なんかもう本当にもう適当に今ね、ぼーっとしながらやってた。できたやはり強者なので適当にやったらできました。頑張るとできない。緑一色、20秒。本気モードなのだ、ね、こうして三段ジャンプからの下置きバネジャンプで、もうほっシュッブンブンブヒューンジャンチピーンで、なに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 、なんだよお前、なんだお前、なんだお前、やんのかおい。ジャンジャンチーンで、こうかね、カメを投げてこう。うん、びっくりした、ちょっと危ない、落ちたかと思った。いや、うん、うわー、タイムアップか。1秒1秒1秒なんでやねん。いや、え、これもいいんじゃないですか。これはなかなかベスティのタイムじゃないですか。いけんじゃない。いや、自信はない、自信はほぼない。あ、ほらー、もういける、絶対に。ギャー、よし、ありがとう。緑を見ると目が良くなるので、みんな緑を見て癒されてください。いいね。あ、3匹のコブタもあるよ。狼の息で吹き飛ばす場面で竜巻を使ってみました、だって。ええやん。3匹の小豚、始まり始まり、略して小豚かける3。ある日、3匹の小豚は草の家と木の家とレンガの家を作りました。草の家の小豚はなんと、なんと竜巻にさらわ
られてしまいました。木の家の小豚に、木の家の小豚は狼の吹く竜巻にさらわれてしまいました。そしてレンガの家の小豚の家にみんなでやってきました。そしたらなんと竜巻を跳ね返したのです。レンガっていいな、レンガってすごいな、レンガはやっぱり強いよなと、みんなで歌っていると、なんと狼が煙突からやってきて家の中に入ってきました。逃げろー、どうすればいいんだい、逃げろー。だけどしかし、飼っていたクラウンがやっつけてくれました。おしまい。最後のオチがこの瞬間に考えつかなかった私でした。ダフンだ。続いては逆光スライダー。どういうこと？逆光していく？あ、こうしてこうこうこんな感じで、おーいーいー。え、登れるのこれ？ほんまなら登れるとでも言いたいんすか？え、どういうこと？シューいけないいけないいけない、倒せられない。わかったわかったわかった、当たる時だけこうで、ゴーゴー、上に上がらない説、ゴー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 、ういうねらがつくつく、せっかく登れたのにこの野郎、焦ってしまった。結構進まんのね、あの坂。夢の中で走ってるみたい。夢の中で走るとすごい遅くない？夢の中で走る、夢の中で走る、夢の中で走る、追いかけられてるのになかなか早く走らない、なんなんだろうねあれ。いや、オッケー、いや、ほんでこっち行ってこっち行って、また何レベルアップしたってのかな。え、早いじゃん、敵早いじゃん、これやばい。絶対無理無理無理。見てらっしゃい、テン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 、短い足でめっちゃ蹴ってるみたいじゃない？進めない、テン、そーらー、ごめんなさい。ルールールー、見たか、ルー、はい、もう作業のようにふっ、もう、これはやっぱ、心を無にして、無、無、無、ああ、ああ、邪念が、邪念が入ってしまいました。もうちょっとという邪念が、私の心をかき乱しました。邪念を、ふっ、ふっ、取り払って、ふっ、心を無にして。ただ息を吐いていただけです。結構むずいやないかい。捨ててキックキック、できた。やはり邪念は捨てることが必要です。アーメン。高評価チャレンジ、5回以内にクリアできたらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターのフォローもどうぞよろしくお願いします。イエーイ、ブリー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 。2回目、真剣にやろう、腕まくりしよう。で、いや、これはまさに絶対絶命。はい、さあこれで行って、こうしてこうしてこうして、で上に行く。あ、なんだこりゃ、なんだこりゃ、当たってしまった。ラストはここから生まれてくるドラマがある、なんか名言風。はっよっ、でこうやってこう行ってこう行って、なんだ来てくれんのこれ、この子ね。もう一回こうして乗る。いやー、これでいっか、これでいっか、で落ちればいっか、よし。そんであの子たちがクリアないかーい、行っちゃうやないかーい、こうなるのか、でこうして
こうして上のトゲ注意、上のトゲ注意報で、あ、これで炎が燃やしてくれるの。待機、待機、待機所、こちらが待機所。じゃあこの不審査をしてればいいっていうことですね。みんなでシャー、できたー。ラストでこんな奇跡ある。鳥肌がすごい立っております。 Oh my god。